森友加計学園問題で批判された行政文書の管理をめぐり政府は新たなルールを決定しました省庁間のやり取りは双方が確認して文書に残すことを義務付けました加計学園の問題では総理のご意向と記された文書をめぐり文部科学省と内閣府で言い分が食い違うなど混乱を招きました新たなルールでは 省庁間でで協議しした記録をを文書ににすするる際には双方で発言を確認するとしていますまた、森友学園をめぐっては財務省が学園との交渉記録を廃棄していたことから意思決定の過程などが記録された文書は原則1年以上保存すると明記しました政府は来年4月から新たなルールに基づいて文書管理を実施する方針です。